です。ありがとうございました。今の歌は花という歌ですね。それでは続いて島津だから。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を変えてもわからない。でも誰よりも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を僕が生まれたこの島の海も僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてく竿も照ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも誰よりも知っている。砂にまみれて波に振られて少しずつ変わってゆくこの海を。テレビでも映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。ありがとうございました。沖縄の歌、いい歌たくさんあるんですよね。知らない方ぜひ聴いていってください。次は島歌ですね。島歌じゃないですね。空よ海よ花よ太陽よですね。これもとってもいい歌です。私たちは来年の1月12日に北トピア
で行う映画の上映の宣伝を行っています。ぜひチラシをお受け取りください。やっぱり辺野古の問題ですとか高井の問題ですとかそういうことに対してこういうふうに広めてくださるのは大変嬉しいと言ってくださいました。ありがとうございます。私たち一人でも多くの人に今沖縄の基地建設に関してもそうですし、今こちらの方にプラカードをたくさん持ってきてくださった方がいらっしゃるんですけれども、沖縄の島々にですね今自衛隊の人たちをたくさん投入してそしてミサイル配備などそういう、ことが進められているということでこのことも映画ではしっかりとどういうことなのかということで分かりやすく私たちに教えてくれています。私もこの映画を見ていろんなことに衝撃を受けました。何も知らずにやっぱり私もこの戦後72年の平和な日本という中で生まれ育っていてで来たんですけれども安倍政権が出てきて特定秘密保護法だったり、安保法制だったり集団的自衛権ですねそれから共謀罪法でしたりさまざまなこういう法律がどんどん強硬に作られていって非常に恐ろしい気持ちになってきました。でこれはどこへ向かってるんだろうと思っているうちにとうとう憲法9条を変えるとそういうことを言い始めているわけですよね。で今沖縄の方でも、地域の人たち住民の人たちが基地被害に苦しめられていてもうこれ以上基地は作らないでくださいと言っているのにもかかわらず選挙でそれを表明しているのにもかかわらず安倍政権は強硬に海を埋め立てて新基地を作ろうとしています。そして沖縄の島々にも自衛隊を配備 して私たちにどんな国にしたいのかというふうに思っているんですけれどもこの映画を見るとこの恐ろしいこれから私たちが
どういうことに進んでいくのかということが非常によくわかりますので、ぜひこの映画をご覧いただきたいと思います。と、今可愛らしいワンちゃんを連れた方が来てくださいましたので、ちょっとマイクをお渡ししてお願いしたいなと思います。嬉しい飛び入り参加の方なんですけれども、宮古島出身の方で、三線を弾いてくださる方が参加してくださっています。豊さんという方で、あちらこちらで、素敵な歌、そして三線を演奏してくださっています。ペアで可愛らしいワンちゃんも一緒に参加してくださっています。では、トギオさん、よろしくお願いします。じゃあ、私はワンちゃんに嫌われないようにちょっと隣にいてはい、you